皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座へようこそ。今回は AI で PLC プログラムを作れるかの第4弾、最新の GPT4.5 で検証してみます。これまでの挑戦を振り返ると、 GPT3.5 やマイクロソフトコーパイロット GPT4 ではPLC のシーケンス制御プログラムを正しく作ることができませんでした。しかし GPT4o になってようやくセットやリセット命令を使っていますが、基本の自己保持回路が作れるようになりましたね。シーケンス制御を理解し、 PLC のプログラムの基本が何とかできる状態に進化しました。そして今回最新の GPT4.5 ではシーケンス制御の理解がどこまで進化しているのか、早速検証していきましょう。こちらが GPT4.5 の画面です。現在のチャット GPT では使用するモデルを切り替えることができるようになっています。 GPT4.5 は月額20ドルのプラスプランで利用できますが、回数制限があるため無制限に使用するには月額200ドル、約3万円のプロプランが必要になります。しかしそこまで入る必要はまだないかなと思うので、今回はプラスプランの範囲内で検証を行います。まずシーケンス制御の基本、自己保持回路を作ってもらいましょう。今回はあらかじめ GPT4.5 に KV のプログラミングマニュアルを提供しておきます。その上で正しいシーケンス命令でPLC プログラムを作れるか検証したいと思います。プロンプトはこちらになります。今回はこのように要件としてデバイスや動作を細かく指定しています。またマニュアルの PDF を添付しておきます。では早速実行してみましょう。回答が出てきました。出てきたコードをチェックしてみましょう。さすがにほぼ正解の回答ですが、ちょっと惜しい。 B 接点命令が AND-N になっていますが、 KV の場合のシーケンス命令は AND-B です。 MELSEC は AND-INVERSE ですし、 AND-N はどこの PLC でしょう。正解は横側です。これは指示を出して修正してもらいましょう。行番号とコメントはコードをコピーするのに邪魔なので削除してもらいましょう。ということで改めてプロンプトをこのように入力しました。先ほどの B 接点命令の AND-N を AND-B に修正と行番号とコメント削除を依頼します。これで実行してみます。 B 接点命令が AND-N から AND-B に修正されました。正解ですね。今回はシーケンスプログラムを理解しているようです。それではKV スタジオでラダーにしてみましょう。 KV スタジオのリスト編集を開いてこちらのコードを貼り付けてみます。ブロック置換を押すとこのように自己保持のラダーになりましたね。 GPT4.5 では KV の命令はちょっとだけ間違えましたが、まずは簡単な自己保持回路を作ることができました。今回は期待できそうですね。ではこの自己保持回路を変更してみましょう。次のプロンプトは R1 で自己保持をオフしていたものをタイマで2秒後にオフするように変更します。プロンプトはこのように指示しています。同じようにタイマ命令やタイマ接点はプログラミングマニュアルを確認した上で作成するように指示してみました。今度はどうでしょうか。実行してみましょう。このようなコードが出てきました。要求したシーケンスになっていますね。タイマ番号の指示がこれでどうかなという感じですが、このまま KV スタジオで入力してみます。無事にラダーに変換することができましたね。タイマ番号の指定を本来シャープ0にしないといけなかったと思ったのですが、これでも OK でしたね。今回はかなり進化したと言えるのではないでしょうか。では次に応用命令もチャレンジしてみましょう。
TLC のプログラムでよく使われるムーブ命令に挑戦します。今度のプロンプトはこのように指示します。常時オンを条件にムーブ命令で10進乗数を転送するという指示です。プロンプトで D0 と D1 にしてしまいましたが、 KV の場合は勝手に DM0、DM1 に修正されるので、このまま実行してみます。回答のコードが出ました。もう正解というのは分かっているのですが、リスト編集でラダーにしてみましょう。正解のラダーになりました。素晴らしいです。では次は足し算にチャレンジです。 D0 と D1 を足して D2 に格納してみましょう。プロンプトはこのように作成しました。では実行してみます。あれ、アット命令を使ってしまいましたね。アット命令の場合はロード A D0 アット D1 スター D2 という3行の命令になります。ということで、もう一度マニュアルを添付してアット命令ではなく1行で足し算を行うように指示してみます。ここではあえてキャルプラスという命令は指示していません。これで正解を導き出せるでしょうか。実行してみましょう。今度は自らキャルプラスを使ってきましたね。素晴らしいです。こちらもラダーに変換してみましょう。このようにきちんと足し算のラダーが完成しました。それでは最後にちょっと難問を出してみましょう。信号起動差のシーケンスでラダーを作成してもらいます。プロンプトはデバイスの指定動作シーケンスを指示しています。必要であれば内部補助リレーを使うように指示しています。それでは実行してみましょう。なんとなくそれっぽいニモニックコードですね。ただよく見てみるとスタート条件の MR0 は保持されていますが、信号ランプの R100、R101、R102 が保持されていません。これではダメだとわかりますね。ではこれをデバッグしてもらいましょう。プロンプトではこのように現在の動作の不具合を指摘しました。これ以外の指示は与えていませんが、正しいラダーに導けるのでしょうか。それでは実行してみましょう。セット、リセットを使わない最終版ということで、こちらが回答されました。ちょっと冗長な気もしますが、なんかいけそうですね。これは期待できます。では、KV スタジオで確認してみましょう。先ほどのコードをリスト編集に貼り付けて、コメントを消します。これでブロック置換してみます。ラダーで見てもなんとなくいけそうな感じですね。実際に動作させてみましょう。今回は確認のためにタッチパネルで信号機の画面を作成しました。デバイスは左から赤が R100、 黄色が R101、 青が R102。 こちらの数値表示が大麻の現在地です。あとは開始と終了スイッチですね。さてこれで信号機が動作するのでしょうか。シミュレータを起動して確認してみましょう。ではスタートスイッチを押して開始してみます。まず赤が点灯しましたね。5秒後に青になりましたね。さらに5秒後に黄色になって、2秒後に赤に戻りました。あとはこれを停止を押すまで繰り返します。動作は OK です。素晴らしいですね。以前コーパイロットの GPT-4 で試した時はそもそも内部リレーやタイマも理解できてなかったんですね。そこから比べるとかなり進化しましたね。では停止してみます。すぐに全消灯するかと思ったらサイクル停止ですね。停止方法は指示してなかったのですが、即停止ではなくサイクル停止にしてきました。これはすごいことです。今回は回数制限があるのでここまでにしますが、もっといろいろ試したくなりました。いかがでしたでしょうか。今回は2025年2月27日にリリースされた GPT-4.5 を用いてTLC ラダー作成の検証を行いました。振り返ってみると GPT-3.5 や GPT-4 コーパイロットは
自己保持回路すら正しく作れませんでした。それが GPT-4O になってようやくセット・リセット命令を使った自己保持回路が作れるようになりました。そして今回の GPT-4.5 ではついに自己保持回路を正しく作成できるレベルに到達です。ムーブ命令や四則演算もできることが分かり、さらに信号機制御のような動作シーケンスも作れるようになったのは大きな進化ですね。とはいえ細かい部分で命令の修正やデバッグは必要なので、まだ完全に AI に任せられるわけではなさそうです。現在 GPT-4.5 はプラスメンバー月額20ドルだと週50回の利用制限があるため、ちょっと試してみるくらいならいいですが、本格的に使うにはちょっと厳しいかもしれません。もし企業や個人事業主の方が活用する場合は、月200ドルのプロプランに加入することでより自由に活用できるかと思います。また今回は KV のプログラミングマニュアルをインプットし、それを AI に確認させることで KV のシーケンス命令を理解させ、ダダーを作成することができました。このように資料や取扱説明書を AI に読み込ませることで、シーケンスのハード設計や設計上の疑問点を解決する手助けとして活用することもできそうです。今後も機会を見てシーケンス制御における AI の活用方法を引き続き検証していきたいと思います。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。